で、あと2つは、これは公開している車になります。1つはトヨタの GR ヤリスの、ロケットバニーのパンデムになります。こちらは、スケッチファブに上がってたモデルを、お借りして、作った車になります。で、こちらはですね、こんな感じで結構いかつい GR ヤリスになっております。ブレーキですね。ライト、ブレーキ。で、ナンバープレートが、文字が発光するタイプですね。ちょっとわかりにくいですけど、文字が発光するタイプになっているのと、あとは、前のやつか。デイタイムランニングライトっていうのが最近流行りですね。それと、このウィンカーの機能ですね。ウィンカーの機能が一緒になっているモデルっていうのがなんか流行りらしくて、じゃそれで作ってみようということで、こういうふうにライトオブジェクトにライトと、ウィンカーの機能両方乗せるですね、いうモデルにしてみました。で、ライトはライトで、こうやって普通につきます。はい。ブレーキ、あ、ライト機能、ブレーキ、これがバック、リバースですね。バックとハザードですね。はい。で、車の中はこんな感じになっていて、うまくいくかな。こんな感じになっていて、温度とかはいじってなかったかな。ここのモニターが開いてたので、Android Auto を埋め込んであるのと、あとこの真ん中のメーターですね、は一応動きます。あとさっきのゲージメーターもついでにくっついてますという感じですね。はい。で、あとこの車、車高調を変える機能をつけてみよう。ちょっとテスト的にやってみましたということで、これでですね、こうやってやると、わかるか？車高調が少し上がったり下がったりしてる。ちょっとわかりにくいですね。はい。わかりますね。少ししか上がんないですけど、車高調を変える機能っていうのもつけてみました。はい。エクストラ A と B で切り替わります。こちらの車は公開しているので、自由に乗ることができるようになっています。後でね、リンク貼っとこうかなと思います。はい。エクストラ A で車は車高を上げる。エクストラ B で車高を下げる。エクストラ E がトルクアップですね。がついていますというところです。